関係ない話なんですけど、最近気づいたんですけど、まあ、この間スカーズのねイベント終わって、そのジロー食いに行ったんですけど、ラッシャーとね、金さんと、やっぱねジロー食ったね日はね心が満たされますね。僕気づいた、俺の幸せって競馬とジローしかないんだなって。うん、まあ、ここね国分ジョッキーのねドライブとかも紐で買いたいんだけどね、後ろこの馬後ろから行くんじゃなくてスタート切って先行できたらおもろいと思うんだけどな。ずっと出遅れちゃってるからね。もともと先行できる馬だし、これ芝スタートでしょ。そうだよね。まあだからまあ紐で買うならこの辺までかな。京一郎計画無理だよ。100キロは超えれん。多分100キロ超える前に体壊る。俺人生でマックス行ったことあるの83キロだけど、その時でも結構やっぱ体重かったし、まあ、肌荒れとかはしなかったけど、やっぱねその顔につくからさ。京一郎は健康診断で異常がないエリートデブ。異常ないっつってもいきなりポックリ行くぞ。2番、サトルが、あ、サトル逃げてんじゃん。そう、俺サトル逃げてほしかったんだよ。8、3着残して11、いらん。吉村誰、全然ダメ。外から水口、うわー、差し展開か。いやー、俺前展開かなと思ったんだけど逆だったな。もう完全に差しだな。このレースはね、あの3連単 2通りです。はい、7447の裏表ね、3着12です。以上。はい、また次だ。これな、ルージュスタニングな。いや、このレースな、買いたくないっていうか自信ないんよな、あんまり。まあ、でも前走の内容を見た感じ、ここ里のアイオライト昇級戦でも通用しそうな気はするんだけどなって個人的に思ってます。ただここね、僕印回してるのね先行馬ばっかなんで、しかも結構ね先行馬多数揃ってるんで、もしかしたら前総崩れのまあ差し展開でも、差し展開になったらこの段野くんとかね、一応ね上位人気はね全部先行馬なんですけど、この乗ってるなとか OK カメルンとかは、まあ、差し展開になったら来るかなっていうイメージですね。ちょっとお腹痛い、トイレ行ってくる。ああ、お腹痛い。ああ、くそ、お腹痛い。ちなみにこの似た者同士の新馬戦見たんですけど、すごい足の回転速くていい追い込みだったんで出遅れて、ただこの馬ちょっとねスプリントっぽいんだよね。まあ、ちょっと洋芝が合うか。やばい、ちょ腹痛い。やばい、どう腹痛い。はあ、馬券は当たったみたいです。馬券は大当たりです。ちなみにさっきのレース、単勝馬連3連単全部当たりました。はい、ケツガバガバ。多分これもう一度多分トイレ行く。やばい、多分昨日か一昨日食べたジローが爆当たりしてるこれ。いや普段ねニンニク入れないんですよ僕なんですけど、ちょっと初めてねその豚山行ってちょっとあの全マシにしたんですよ。久しぶりに全マシでヒン、ニンニクねなしでいい。ニンニクチョモランマとかネタで言ってるけど、ね、死ぬぞ食ったらケツ爆発する。多分ニンニクオーシャンビュー、別にその腹壊すようなもん食ってないんだけどな家で。でももう豚山食いたい。豚山東京駅で食ったけどマジうまかった。あれえぐいわ。あ、やばい、来る。すいません、来る。
なんか当たってましたね、さっきのレース。なんかトイレ行くと当たるな。競馬ってトイレ行くと当たるんか。運がいいってこと。ちょっと今からニンニク丸かじりしようかな。いや、ニンニク丸飲み。ほんと歯だわ。歯歯しか超えてねえ。まだ飯食ってねえんだよ。ちなみにですね、今日今のところですね、7レース勝って今5レース当たってます。はい、儲かってますか今のところは。はい、今のところは おかげさんで。ボットが未来読んでるぞ。不死なユーザー、あ、こいつボットだよ。こいつボット。中京10レースが当たったっつってな。まあじゃあこれ当たるんだ、俺のこれ。多分そういうことだよね。Win5 購入しました。この画面に出てる通りです。大丈夫？今のところ 2連チャン3連チャン当たってるけど、トイレ行った方がいい？行かなくていいから。ちょっとまだご飯食べてないんでご飯食べます。まあ配信中にもし漏らしちゃったら多分 Win5 当たるね。馬券買って飯食ってトイレ行くのループ、それで勝てるんだったら一緒それでいい。来週トイレで配信するわ。緊急で配信回してますっつって。さあ内枠の人気薄の逃げ馬3頭誰か残ってほしいね。で竹さんズドンね、お願いよ。内枠の3頭がね、前行くのは知ってんのよ。ただペースだな。お、1が花切ったか。予想通りだそれは。さあ先頭花を切ってるの1番2番手2番3番手3番、まあ、予想通り。もう完全に予想通りで、このうちの3頭誰か残んないかなっていう予想なんだけど、やべえ竹飛ぶやんこれ。うわ竹さん飛んでるやん、やってるわ。うわ2が残るか。うわやっぱ1頭残るよな竹さん。竹さん切りで、やっぱシャフレアル切りだ。やっぱ便所行った方がいいかこれ。ちょっとニンニク丸かじりしようかな。マジでちょっと札幌記念、僕あのプログノーシス銀行、今金利乱暴 1.5、 まあだから 1.5 倍なんで、一応貯金全通プログノーシス確証。レッドヒルシューズ、ボットはレッドヒルシューズがいいらしいぞ。でもこいつやっぱね、未来読める機械だから、ちょっとこいつ信用するのありかもしれん。全馬ゲートの中スタートしました。スタート早い、誰これ5番、スーハロームだ。え、待って、モズメイメイいなかった、今とんでもないロケットスタートした今。さあ花を切ってるのは11番のグレイトゲイナー。花を奪い切って2、うわーこれグランテスト絡むやつだ。何秒前半、33秒6。ジャスティン外から来い、外から来い、ジャスティン来い、外から来い、ジャスティン来い、外から来い、ジャスティン来い。ドロップオブライト、ドロップオブライト、ドロップオブライト、内からドロップオブライト。みゆきは中京はみゆきか。2着何だった。いやーちょっとジャスティンスカイ後ろすぎたなー。今伸びてきてたんだけどな、やっぱ距離短いか、1000人もうちょい距離あったらいけだな。いやさすがにプログノーシス勝つよ、負けねえって。秋の主役よこの馬、主役なんだからこの馬が。プペペポピープペペポピーペペペペー。あ、訪れてねえからあれねえわこれ。まあプログノーシス出遅れたけどまあいいよ。いやどうせこいつ後ろから来るから。さあ逃げてるのは8番のアイスバール、行ったね、大逃げだ。ノースブリッジ2番手ジョグリフいいとこいいんじゃない。ドゥライレーでは、ドゥライレーで出遅れてるやん。1000メーター1分0秒5。これもうそろそろ動いた方がいいんじゃない。プログノーシス上がってきた、上がってきたよ、プログノーシス上がってきた。なんかディープみたいだなマジで。いいよ上がってきたよ、させよ、来たよ、上がってきたよ、上がってこい、来いプログ、プログ届くかそれ、プログ届くんか、させプログ。いや飛んでくさ、飛んでくさ。銀行が。おい笑えない。え、2着なんだ、ステラベローチェ。いやいや、プログノーシス以外の印決まったよ。そんなことある。印は来てた。え、そんなバカな。
助けて。そんなバカな。マイマインさん100ビットあります。助けて。逆に。おい、笑えない。馬券外ある。そんなことある。てか、プログノーシスが立ち上がった瞬間にゲート開いたの、あれ陰謀でしょ。狙ってるでしょ、あれタイミング。3連服9000ついてるし。俺これ3連単、俺1000円買ってたんだよな。これボックスだったら、80万。三連服感謝。この印4点で外すま。この印で外すま。本気競馬下手。いや俺うまいなんか一言も言ったことないよ。俺自分で競馬うまいなんか一言も言ったことない。好きとは言ってるけど、あの情熱はあるんですけど、あの情熱はマジで誰でもあるんですけど、あの収支はついてこないですね。はい、この印で外してんだよな。24点だもんな。うわ。24点だったら変わらんやマジで。フォーメーションと何やってんだ俺。だ結局俺フォーメーションで2万4000円使ってるから、一緒なんだよ。ボックスで買ってもフォーメーション買っても。プログノーシスがゲート開いた瞬間に、あ、じゃあ立ち上がった瞬間にゲート開いたの、あれ陰謀っす。プログノーシス差し損ね読みでさ、俺プログノーシスから馬単買ったんだよ。相手がノースプリッチとジオグリフなのね。5000円買ってんだよ俺馬単。俺ノースブリッジとプログノースで迷ったんだよね、馬単買うの。で俺これノースブリッジから5000円で買ってたら50万でしょ俺。これさ、俺だから3連単ボックスと俺馬単逆にしてれば俺130万買ってたんだよ今日。買えてた。やむ。プログ切るのが難しいから、それは予想外れ。予想外れじゃないんだよ、金がなかったから買えなかったんだよ。裏表で買いたかったんだよ本当は。いやまあでもまだね、まだある。一応支払いに残しておいたお金あるんで、追い入金です。どうせこの何もしなかったら詰まるだけなんで、どうせ詰まるんだったら追い入金です。ギャンブル開始っす。使わない方がいいお金なんですけど、ここっす。こっからだ。今日も家建てねんかった。なんか、家建てようとしてるうちにマジで墓建つな、これ。マジで墓建てる。墓建てる金もない。河川敷に埋めてくれ俺のこと。でもこのレースね、中距離ダート 1200m だけど、先行馬多いんですよ、逃げ先行馬。だからこれね、逃げ先行馬に印回してるんですけど、後ろから行く馬狙ってもいいかもしれないね。逃げてるのは16番のパドマ。加藤が行った。俺加藤切ったんだよな。いや全然ダメ。16、13、15、全然ダメだ。15、イミューダムル。前。ちょ待って、3逃げない間、逃げて、前行かない間で、マナミも逃げてないし、誰も逃げてない。今年1勝目なんて買えるか。そうなんだよ、俺、加藤ジョッキーね、騎手で切ったんだよな。今年勝ってねえから、加藤を救いたい。加藤救われた、このレースで。マジで菅原くんの馬、調教よし、血統完璧、菅原くん、新潟調子で完璧。ちょっと菅原に魂。じゃ、ここは、まあ、やっぱあくまでも最後に決めるのは自分なんですけど、俺も菅原ね、いいなと思ってるんで。いや、ここ、吉富さんじゃね？ここ、吉富さんじゃない？まあ、買いたい馬が、まあ、買うとしたらですけど、この5頭で、印の順番がちょっと決めてなくて。いやでもここだな、こうだな。ちなみに私ですね、今日トイレ行ってた時は良かったんですけど、トイレから帰ってきてからね、星ゼロです。トイレ、鼻壊してトイレであげた星がね4つ。トイレから帰ってきて星ゼロです。変換の1だけ。うん、流しちゃった。ただ、ここでまくるっす。競馬はなんでメインレースが11レースかって。12レースあんのに。それは12レースはまくるためにあるんだよ。わかるみんな。ちょっとここ菅原マジ頼む。ちょ、俺菅原から買ったから。まぁ、ちょっと最内枠怖いけど。まあ、菅原、まぁ、何やかんうまいから。追い切りもいいし、ね、さっき視聴者も言ってたけど、血統もいいから。
ここ戸崎から行くべきやったか。1めっちゃ後ろやん。いやもう菅原ダメっぽいな。後方の内側って逃げてるのが3番、2番手7番、3番手8番、松岡。うわー、丸山だったかこれ。丸山だったか。あ、戸崎じゃねえわ、丸山だ。でも丸山垂れるんだよな。丸山の逃げ垂れるんだよな。とっさん来た。とっさんだ。菅原どこにいんの。菅原は、菅原何してんの。菅原やる気なくて草。2914、捕まう方はいいお金。あとどのぐらい残ってる。あとね、7600円残ってるっす。あと7600円ある。どうやったら参る。3連単1点3連単1点に7400円。はあ、ああ、ダメだ。ダメだこれ。おしめだこれ。何やってもダメ。これ外したらどうしようかな。詰まるな。おすすめのバイト教えてください。来週は名村クレア銀行。銀行なんてもうねえ。イクイノックスしか信用しねえぞ俺は。まあ5番と9番がいい位置いるな。ベンと古吉。やべ、カルパまくってきた。カルパやめて。タカさん大丈夫。タカさん、タカさん、うちから。そうそうや、タカさん、うちから。そう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 。オッケー、急に。オッケーオッケーオッケー。硬いけど、いや勝った、カッチカチ。1番人気、3番人気、2番人気。カッティカティ。カティカティの品。ボットも言うてるわ、おもんないな、つって。タコ負け品です。まあ、最後取ったけど。今日欲しい？いや、前半調子良かったっすよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10でしょ、1、2、3、4、5、20レース買って星8だね。でその星8はもうほぼ前半のだから、便所行ってるだけだね。便所行かなくなってからもうダメだね。ジロー食うか。いやもうそのせいでジローじゃなくてもニンニク買ってくるわ。今日の晩飯、今日の晩飯な、どうしようかな。水に鰹節でも浸して食べようかな。いやー、まあ先ほど僕がね、言ってた使っちゃいけない金ってのはね、まあ僕来週韓国行くんですよ。チャンピオンズ現地見にね。やっぱ韓国行くってなったら、まあ何百円お金使うじゃないですか。その金っす。韓国ってさ、泳いで行ける距離？頑張ればいけるか。使っちゃったね。うん。いやー、札幌記念前たのにな。川田は何をしとんねんこいつは、ほんま。初 Win5 リーチからのプログノーシス飛び出携帯です。マジでクソ。プログノーシスが立ち上がった瞬間にゲート開けたやつマジクビにした方がいい。どこの誰かわからんけど、マジで舐めてる。やってるあいつ。ちょうどプログノーシスが地面から足浮いた瞬間にガッコン抱いたから、スタート良くても勝ちはなかった。いやいや、あったやろ。だって最高峰やで。いや、スタート良かったら勝ちあったよ、さすがに。水曜日って半日馬券買ったら当たるんでしたっけ。シティオブトロイ銀行。オブライエンか。ほんまに銀行なんか。他が分からへんじゅうねん。シティオブトロイが分かっても他が分からへんもんや。なんやねんこのコース。誰が考えてんこのコース。なんじゃこれ。マリオカートの一番簡単なコースみたいになってるよこれ。いやコーナーきつうんで。 2050m って。これでもイギリスで一番公平なコースって言われてる。あ、じゃあもっと変なんや。ほか、あ、さっきのレースちょっとお金返ってきた。三連複と生まれんで。あ、俺気づいたけど、三連複と生まれん買ってるときは一番勝率ええな。三連弾買ってるレース、ほぼ負けてんもんね、やっぱり。買い方か、俺、これ。海外レースちょっとわからんから見るか。イギリスのジョッキーとかわからんしな、オブライエン以外。ガーちょっと、
あのウォチパ中にちょっとあの気分下がるん良くないからちょっと1分だけしなしなさして。しなしな。いやちゃんと金使ったね。いくら使った？それはもう、それはもう生活費入れましたよ。ちゃんと使ったらあかん金使ったね。